ストラディバリウス。ストラディバリウスは、イタリアのストラディバリフ氏三人、父アントニオ、子フランチェスコ、オモボノが制作した弦楽器のこと。特にアントニオ・ストラディバリが17世紀から18世紀にかけて制作した弦楽器が有名である。なお、通常、ストラディバリウスといった場合は楽器を、ストラディバリといった場合は、楽器制作者を指す。ストラディバリの制作した弦楽器には、 18世紀の法令に基づきラテン語にて、アントニノス・ストラディバリウス・クリーマネンシス、アントニウス・ストラディヴアリウス・クレモネンシスというラベル、クレモナのアントニオ・ストラディヴァリ作のイが貼られている。ここから、彼らの手による弦楽器は、ストラディバリウスあるいは省略して、ストラドと呼ばれる。ストラディバリフ氏は、バイオリンや、ビオラやチェロ、マンドリン、ギターなど、 約1100から1300兆の楽器を制作したとされ、約600兆が現存する。現存するストラディバリウスは、バイオリンが圧倒的に多く、ついでチェロ、ビオラの順である。マンドリン、ギター、ハープは極めて少数が残されているのみである。約520兆現存、ストラディバリの時代のバイオリンは、 バロックバイオリンと呼ばれるものであり、主に室内楽に用いられた。市民革命後、王公貴族の音楽である室内楽から劇場における演奏会へと演奏形態が変化した。19世紀になって楽器制作の中心はパリに移り、より大きな華やかな音が出るバイオリンが求められた。フランスの楽器制作者やらは、バイオリンのネックの傾斜や指板の長さ、 傾きと駒の高さ等を変更した新しいスタイルを確立した。既存のガット弦やバロック弓の使用を前提としていた楽器についても改造が施された。ストラディバリウスもオリジナルからバスパーやネックなどが改造されて使用されている。八丁弦尊、内五丁はこの数十年史上に出回っていないバイオリンと比べると極めて少数が制作されたのみであり、その希少性から バイオリンの約2倍、チェロの約1.5倍といった極めて高額の価格が付けられる。音色についてはバイオリンほど高くは評価されていないが、そもそも希少である上、良い状態で演奏可能なものが数兆しかないため、評価困難である。63兆元尊ストラデバリが活躍した時代は、チェロが現代のものと同じ大きさになる過渡期でストラデバリも 当初銅長 80cm 前後の大型のチェロ。現代のチェロは銅長 75cm 前後を制作していた。これらの楽器の大部分はその後小さく改造されている。その後1699年には銅長 75cm の型が作られ、1700年以降に制作されたものはほとんどこの型によるものである。やや縦長のこのタイプはストラド型と呼ばれ、 現代のチェロはこのタイプが最も多い。音色はバイオリンと同様高い評価がされており、ムスティスラフ・ロストロポービチが所有していたデュポー、カルル・ダビドフ、ジャクリーヌ・デュープレが使用し、現在はヨーヨーマが使用しているダビドフが有名である。日本原孫1680年生のものがサウスダコタ州立大学内のに1706年生のものが 個人所有で残されている、ザーザー、デイテッド CEA-1706、イズ・オンド・バイ・プライベート・コレクター・チャールス・ベアー、オブ・ロンドン、ノーガーズ・マンドリーのコリスト、イット・ハス・エイト・ストリングス、5本と少数の断片が残されている。演奏可能なものは1679年製のサビオナリ1本のみである。アルペッタ、ルパタ、小型のハープ1台が残されているのみである。 ナポリオン学院に保存されている。エストラディバリウス・バウ、ザ・キング・チャールズ・ヨバイオリン・バウ。トリボヤテッド・ツーザ、ストラディバリワークショップ。イズ・カレント・リー・イン・ザ・コレクション・オブ・ザ。ナショナル・ミュージック・ミュージアム・アット・ティ・ウナ・バーシティ・オブ・サウス。ダコタ・イン・バーミリアン。サウス・ダコタ、ザ・ローリンズ・ギャラリー・ビオロン・バウ。NMM。四千八百イズ・トリボヤテッド・ツーザ・ワークショップ・オブ。アントニオ・ストラディバリ。 クレモナ ca1700 ディスイズワンオブ2ボスザーザーイン a プライベートコレクションインロンドントリブヤテッドツーザーアークショップオブアントニオストラディバリ。ストラディバリウスはバイオリニストや収集家の羨望の的であり、しばしばオークションにおいて高額で落札される。 現存する新作で最も高値をつけたのは2011年6月21日に1589万4千ドル、約12億7420万円で落札された1721年生のストラディバリウスである。それ以前は2006年に約4億円で競り落とされたハンマーが最高記録だった。また、1699年生。 相性不明が2億1700万円で落札されている。日本人では、高島千佐子がルーシーを2億円で購入、千住マリコがデュランティオー2から3億円、正確な金額は非公表で購入している。ただし、オークションで最高入札額をつけた楽器が最も高額とは限らない。有名で高額な楽器はオークションにかけられず、直接的な取引が行われることが多いためである。 また、高額な楽器が良い音がなるものとも限らない。これはストラディバリウスが美術品としての側面もあるからである。美術品としては、オリジナルの状態が保存され、あまり演奏されていない方が価値が高まるが、楽器としては使い込まれた方が良い音色となるからである。日本国内では、特定の老に弦楽器賞で仕入れられることがある。また、被災家や所有団体、 関係団体から演奏家へ、期間限定あるいは就寝契約で対応される場合がある。日本では公益法人や企業の保有しているストラディバリウスが音楽家に対応されている。特に日本音楽財団は複数のストラディバリウスを保有し、国内外の演奏家に無償対応している。200年前と現在では弦楽器に求められる諸条件が異なるため、 現役楽器として使用されているストラディバリウスは広範囲な改造を受けておりオリジナルの状態ではない。最も大きな要因は金属弦の登場である。制作された17から18世紀はガット弦が使用されたが現在は金属弦が主流通り元々ガット弦用の設計されたストラディバリウスをその後の弦楽器工が改造しているのである。バイオリンなどの弦楽器は 二川で接着され、容易にバラバラに解体することができる。金属源の張力に対応するために、バスバーは強度の強いものに交換され、駒のデザインも変更するなどが、主な内容となっている。変形をきたしたネックも、適時交換されるが、どんなに状態が悪くても表板と、裏板は補修の後に再利用される。ストラディバリウスの音色の秘密については、 長い間科学的調査の対象とされていた。過去に様々な調査結果があり、それぞれ賛否両論である。現代人にどのバイオリンを使ったか知らせずに演奏を聞かせると、ストラディバリウスより現代性バイオリンを好むという回答が多かったとの研究結果もある。ストラディバリウスの音色を再現したという現代の弦楽器製作者は自称、多少、複数存在するが、 評価は定まっていない。下記にこれまでに報告されている主な知見を記載する。かつては楽器の表面に使われたニスがストラディバリウスの音色の鍵だとされていたが21世紀に入ってこれを否定する意見が出された。複数のストラディバリウスを赤外線で分析した結果、ニスに使用されていたのは松ヤニと油だけであった。 一部で推測されていた蜜蝋などの特殊な成分の配合は認められなかった。これらは18世紀の原学期製作者ではごく普通に使用されていたものであった。ガルネリーやサロも同じ製法のニスを使っていたが、その製法は欧州から松の松ヤニを煮詰めてコールタール状にし、それを常温に冷まして固化させた後に必要量を適時に粉砕して、 アマニ油で溶解して使用されていたとされる。顔料なども使用せず、アマニ油の添加量と重ね塗りの回数で楽器の色合いを調節した。度重なる修復により、補修者によって追加で塗られたニスが楽器の音色を妨げているケースも多いとされ、後年になって塗られたニスを剥離してオリジナルの状態にすると生まれ変わったようになり響く楽器もある。ストラディバリウスの後期の作品には、 松ヤギが炭化するまで煮詰めて製造した黒っぽいニスを使用した楽器も存在する。一方、そのニスの使い方に工夫があるという意見もある。現代の弦楽器製作の技術は、楽器そのものに対する科学的な研究や技術開発が進んだこともあり、ストラディバリの時代の木工製作技術より優れている。例えば、ストラディバリウスを CT スキャンにかけて、その板の厚みを デジタルデータとして三次元的に数値化し、NC 制御の多軸加工機で削り出すということまで行われた。また、板を厚みではなく共鳴する周波数で各部分で均一化して、どこを叩いても同じ音で響くようにしているというのが鍵であるという意見もあり、その方法で作られた弦楽器も最近では流通している。なお、ストラドより、 前の時代の制作者のガスパロ・ダサロが作った楽器も同じように音程に従って表板と裏板を削っており、この制作概念はストラドのオリジナルではないとされる。ストラティバリが作られた当時の音色は再現できても作られた後200年経過して木質が変化したストラティバリの音は再現ができないという意見もある。その音を再現しようとすると 現楽器制作者がストックしているような伐採後、数十年程度の木材では、板厚が薄くなりすぎて、楽器としての強度が保てないというのがその理由であるが、ストラディバリウスは、新作楽器だった200年前でも、名器とされていたことは説明できず、また制作後200年経過した楽器は、ストラディバリウス以外にも数多く存在することも、ストラディバリにおける、経年変化を、 特別視する理由とはならない。かつてストラディバリが王公貴族に楽器の秘密は何かと尋ねられると新鮮な木材をそのまま使っているからですと答えたとされる。これを疑問に思った後世の研究者は楽器に使用されている木材について調査を行った。その結果木材から白の成分が検出されたと報告し木材の可処理によって硬くしているのが 音色の秘密であるという報告を行った。ブラインドテストを行うと、ストラディバリウスの音色は1、100の値段で取引されている、現代の新作楽器と大差なく、むしろ音色が劣っている楽器もあるとする知見もある。フランスソレボンヌ大学のクラウディア・フリッツ氏を中心とする国際研究グループによって、複数の論文が作成された。 最初の実験は2010年に実施された。23人のプロ演奏家が20代のバイオリンから音色、音の伝達性、演奏しやすさ、演奏への反応性の4点について評価を行い上位の4台を選出するテストだった。しかし実際に用意されたのは新作楽器3台と2台のストラディバリウスと1台のグアルネリの合計6台で同じ楽器を違う楽器と偽って複数回。 演奏させることで判断の精度を高める工夫がされた。テストは真っ暗な部屋で実施された。その結果、最も優れた楽器として新作楽器が選ばれ、最も悪い楽器とされたのは1700年に制作されたストラディバリウスであった。実験に参加した演奏者の中には、この実験はどの楽器が良い楽器かで選考されたが、 どの楽器がストラディバリウスかという基準で先行していれば違う結果になったという演奏者もいる。しかしその演奏者でさえ最も音が良かったのはストラディバリウスではなかったことを認めている。2010年の実験は狭いホテルの一室で実施されたためにその実験環境に問題があると批判された。そこで条件を整えて4年後に再実験が行われた。 再実験では5台のストラディバリウスを含む6台のヴィンテージバイオリンが用意され、それらの1、100の価格で取引されている。現在のバイオリン6台が10名の世界的演奏者によって50分間演奏され、演奏者自身によって楽器のランク付けを行った。そのランキング上位2つのバイオリンと演奏者が自己所有する楽器との比較も行われた。比較はスタジオのほか 300人収容の音楽ホールでも実施された。演奏者は自分が何を演奏しているかは視覚的には分からないよう配慮された。選考の結果、新作楽器の一つが4人の演奏者によって12台中で最高であると評価され、残る6人の演奏者もその楽器を辞典として評価した。上位4位までにランクインした楽器の数は、新作楽器、 ヴィンテージ楽器が4、1であった。この論文は、現代の制作者の作る楽器の音色は、すでに、ストラディバリウスを超えていることを示唆した。二度の実験の結果、双方においてストラディバリウスは演奏者の高い評価を得ることができなかった。ストラディバリは、何組かの多重奏セットを作っており、以下のものが知られている。スペイン王室が所有するもので、バイオリン二丁。 コントラルトビオラ、一般的な大きさのビオラ、チェロで構成されるクアルテット、四重層用のセット。本来クイーンテット、五重層用のセットであるが、2017年現在、テナービオラが所在不明となっている。アントニオストラディバリは1702年に、スペインをフェリペ5世がクレモナを行行行した際にこのセットを献上しようとしたが、スペイン継承戦争の煽りを受け、実現しなかった。 結局このセットはアントニオが死ぬまでその手元にあったが、その後遺産を受け継いだバッシパオロが、ブランビッラ神父という人物に売却し、さらに神父は1772年にスペイン王室に売却した。以来、このセットはスペイン王室が所有しているが、フェルナンド7世の時代にナポレオン戦争があり、その際にスペインから持ち出されたと考えられ、 この時に二丁のビオーラが失われている。コントラルトビオーラは、その後1951年に、スペインに帰還。タスカン・クインテットは、アリベルティ公爵という人物が、トスカーナ大公コジモ三世の息子フェルディナンドに、送るために作られたもので、そのため、タスカン・トスカーナ・クインテットと呼ばれる。バイオリン二丁、コントラルトビオーラ、テナー・ビオーラ、チェロで構成される。 このうち二丁のビオラは、スパニッシュクインテットと同じ型枠から作られたことが分かっており、型枠には、トスカーナ大公のためにと書かれている。メディチケ断絶後はそれぞれ別に所有されているため、一堂に会する機会は稀である。これらの内バイオリン一丁、テナービオラ、チェロは、フィレンツェを出た記録がなく、現在は、ケルビーニ音楽院に保管されている。その名の通り、 伝説的なバイオリニストニコロ・パガニーニが所有していたクアルテット。バイオリン二丁、ビオラ、チェロで構成される。1九9四年から二千十七年八月、現在まですべて日本音楽財団がコーコラン美術館から購入し、所有している。コーコラン美術館にこのクアルテットを寄贈したアンナイ・クラーク夫人の意思により、四丁を常にセットとして始終相談に、 対応されているクリーブランド弦楽四重相談、東京クアルテットなどが使用し、2013年12月より、ハーゲン弦楽四重相談が使用している。ストラディバリのバイオリンやチェロの寸法などをコピーして、後世の弦楽器製作者が模倣した楽器は、ストラドモデルと呼ばれる。ストラドモデルは、ヘッドスクロールや F 字工の形状などが主たる、模倣の対象で、 グアルネリデルジェスの模倣と並び、バイオリン族のデザインの古典となっている。これらストラドモデルは、名前が付けられている、特定の楽器の、傷や左右非対称といった忠実な外的模倣から、現存するストラディバリウスの最大公約数に、基づいたコピーまで多様である。現代の寸法標準は、ストラドのロングモデルから形式的に取られており、世界中の職人がそれに則っ,っている。 ストラディバリウスには、その所有者や演奏者の来歴が明らかなものがあり、辿ってきた奇跡に由来する二つ、名、通称が付けられている。例えば、イツアク・パールマンのバイオリンは、ソイル、ジャクリーヌ・デュープレや、ヨーヨーマが使用したチェロは、ダビドフの名で知られる。ゼアーサー e Thirteen n ト Extent s t r a d アントニオ・ストラディバリは、生涯に70から80丁のチェロを制作し、 63兆が現存する。ストラディバリウスは優れた楽器の代名詞として様々なフィクションに登場する。アーサー・コナン・ドイルの創作した名探偵シャーロック・ホームズは劇中でストラディバリウスを弾くシーンがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。